分経った。来ないね、みやびとカイさん。まさか。もう少し待ってみよう。まだ僕が送ったメールに気づいてないのかもしれないしね。だけどそんなことも言ってられないわよ。こうしてるうちにも何かがあったら。もう少しだけ待って、それでもダメなら警察に。私行ってくる。こんなところでじっとしてる間にもカイさんが危ない目に遭ってるかもしれないじゃない。え、橘さん、無茶はダメだって。桃井くん。なんだよ忍、早く行かないと立花さんを見失っちゃうよ。それは分かってる。でも忍、やっぱり探してくる。みやびには忍から話をしておいてよ。どこに行ったんだ。どうしよう。ここで諦めるわけにはいかない。なんだ。カイさん、メグル君。すみません、今メールに気がついたもので。ちょうどよかった。実は新たな死体が発見されたんです。そんな。カイさんも狙われてるかもしれない。早く警察に助けを求めた方がいいよ。わかりました。そうします。そういえば、カイさん、立花さんを見なかった？いえ、知りません。探してるんだけど、どこにもいなくって。観覧車に乗ってみたらどうです？上から見れば、もしかしたら発見できるかも。ありがとう。カイさんも気をつけて。
空いてる。このパトソンくん適性診断コーナーへようこそ。今回もまたあなたのプレイぶりを評価してあげるから心して聞いてね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。やるじゃない。この調子ならなかなか期待が持てそうね。次は判断力の評価よ。大して評価が伸びなかったわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのバトゾン君適性はどの程度かしら。まあいるだけマシって感じの助手ね。でもいつまでもこのままじゃ見切りをつけちゃうかもしれないわよ。とりあえず私からのアドバイスを言っておくけど、あなたはもう少し先を読んで的確に素早く判断を下すことを心がけた方がいいわ。判断力の向上はそんなに簡単なことじゃないけど、ここがあなたの頑張りどころよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。Thank you.